ちは。健康と美容をお届けするオフィスまゆみのまなちゃんと市場店のはい京子ちゃんです。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございますあの打ち合わせなしで撮ってしまいました。今気づきましたけどはい、今日はですね、何度もね京子さんいろんな素晴らしいいいお話をオフィスまゆみチャンネルでしてくださってるんですけど、今日もですねこれはもう絶対みんな知っといた方がいいし、知った人は何か自分でね、まあ、サプリ同じの飲むでもいいんですけどやった方がいいなってお話を聞きましたので、これはもう全世界の人にお話ししてもらいたいと思いますので勉強さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、もう言っていいんです。あ、そうですね、京子さんの、 あの、はい、お客さんのね、はい、男性の、ね、方の、はいはい、体験談になります、はい、あの75歳の男性で、はい、パーキンソン病を患ってはる方なんですけど、はいはい、デイサービスに行かはって、うんうん、あのコロナに感染してしまったんです。はいはいはい、それで高熱が出て、はい、で肺炎にもならはって、ね、これはいけないということで入院しはったんですね。はい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 、それでもあのなかなか、うん、熱が下がらんと具合が良くならへんので、もともと入院しはる前に飲んではった水素、はい、パニュー2、水流を水流、はい、あの先生にお願いして、はい、今口から入れられへんから、うん、札で入れてほしいって言って頼まはったら、はいはい、なんと先生、はい、いいですよって、すごい、なかなかそんな言ってくれられないんですけど、そうですね、やっぱお医者さんもね、うん、怖いっていうか、うん、何かわからへんものをね、うん、あの患者さんに、ね、入れるのは、うん、ほんでそれを飲んだって調子が良かったんやったら、はい、入れてあげますって言ってくれはって、はいはい、入れてくれはって、はい、鼻からです。鼻から、ね、あのお水に溶かして、うんうんうん、あの入れてくれはったんです。鼻から管で。すごいですよね。なんとあのパネツをほら2粒ずつを溶かして入れるの、はい、3回 ?1 回も管で入れてくれたはったそうです。すごい、なんと素晴らしい病院ですよ。だってね、砕いて溶かして水にも溶かさないといけないですもんね、うんうん、そうなんです。まあ水流はね、水に溶けやすいし、うん、いいんやけど、そんな感じで、はい、あの3回も入れてくれはって、ね、はい、1ヶ月もしたら、うんうん、もうあの熱も下がって肺炎も収まって、はい、でみるみる元気になって、はいはい、顔色も良くなって、うんうんうん、あの表情もね、もうやっぱりしんどいと、はいはい、ちょっとうつろな感じ。あ、そうですね、そうですね、やったやけど、うんうん、もう表情も元気になって、おー、すごいあのすごい回復力やなと、先生も、はい、あのびっくりしはるぐらい元気にならはったんです。すごいですね、うん、それでなかなかそんだけ元気になったし、はい、ぼちぼちリハビリをしようかって言われる、ね、あの、はい、ずっと寝たきりやと ね筋肉も落ちるし、もともとほらあのパーキンソン病の人って体が硬直したりしはるんだけど、だからリハビリ病棟に移ってもらって、はい、リハビリをするっていう話ね、はいはいはい、でその時に、うん、一旦今入れてるサプリは、うん、はい、お休みします。あ、はいはい、鼻とかとかして入れてたやつ、うんうん、あの病棟が違うから、そうかそうか、リハビリ病棟ではそれができひんから、あのお休みしますと言わはって、はい、そっちに移らはって、はい、あの1週間しはったら、うん、どん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 元気なくなって、顔色悪くなって、はい、表情もめちゃめちゃ、あのもううつろな感じに、あらー、ちょっと戻ってきちゃったみたいな、なってしまはって、はいはい、で肺炎にもまたなはったんですよ。そうかそうか。ほんで先生も、はい、これはいかんと、はいはい、やっぱりあのサプリを入れなければと思って、すごい、でまたあの入れてくれはるようになったんですって。ほんなら1週間して面会に行かはったら、はい、もうまた元気になってはって、すごい、ほんでその時奥さんが面会に行かはったんやけど、はい、あの自分はどっかに迷子になってた
はいはい、みたいな感じ。ご本人さん、うん、はいはい、うん、なるほどなるほど。自分がどこにいたかわからへんぐらいの感じになってたんやって言って、はいはいはい、よかったそうです、はいはい、で、まあ、周りから見ても目がうつろやしね、はい、そんな感じやったんですよ。そうか、心ここにあらずみたいな。あ、そうかそうか、そんな感じやったんですって。うん、そうなんですね、うん、やっぱそんだけでもしんどかったってことですよね。そうですね、もう、ね、朦朧としてはったよね。そうやね、また肺炎になってはるから熱も上がってはったやろし。そうかそうかそうか、うん、そやけどもう1週間でね、すごいですね、元通りの でほんで意識もはっきりして、奥さんとも普通にね喋れはるようになったから、すごい、やっぱりあのひとりさんのサプリは絶対やめられへんって言って言ってはりました。すごいです ね、うん、ね、もうね、やっぱお医者さん、まあ、お医者さんはねお薬で悪いとこ治すのもあるし、サプリでね栄養を取るって、うん、なんかね、やっぱ両方と、ね、パーキンソン病って、はい、ほっといたら、うんうん、どんどん薬の量が増えていくもんなんですね、はい、です。だけどその方はずっとひとりさんのサプリを飲んだはったから、うん、はいはい、薬の量は初めとずっと変わらんとやったそうなんですけど、はいはい、電話かけて聞いてたらそう言ってはってね、やっぱりそれもあんまり良くなかったんやろうなと思って。まあでも先生がそのサプリがすごいっていうのをね、うんうん、分かってくれはっただけでもね、本当に本当にすごくね、値打ちがあると思うんです。すごい差が出ちゃいますもんね、うん、きっと多分 ね、そんなんね、うん、1週間でも信じられへんぐらい、ね、周りも本人も、ってもう本人分からへんぐらいに悪くなってはったみたいで、そうかそうか、うん、すごい、ね、でも ね本当にやっぱひとりさんのサプリってすごいですね。すごいですね。うんうんうん、でね、その男性は15年前からパーキンソン病になってはったんですって。ほんで一番初めパーキンソン病になった時は、はい、現実にない子供が見えたり女の人が見えたり、あ、そんなんもあるんですね。そんなんやったんですって。せやけどその時にパニューツを、まだその時は口から物が入ってたから、はい、パニューツを飲まはったら、うん、その見えるのがなくなる、はい、え、それなんかなんですか、妄想とかじゃなくて、うん、霊さんとかっていうそういうことで、霊とかじゃなくて妄想の、うん、そうそうそう、ね、あのそこにやらへんのに、うん、あそこ子供いるとか、うん、女の人がこっち見てあるとかねどこどこみたいな、そう、そんな感じだったらしいんですけど、あのパニューツ飲まはったらそれが、うん、あのピタッとやんで、あのそのパニューツはそんなにいいんやなってすごく分かりましたって言ってあって、すごい、それから、うん、あの顔が痙攣、うん、あ、はいはいはい、痙攣してはったらしいんですけど、あの水流が出て、うんうん、水流の周りをなったら、うんうん、その痙攣が止まって、はい、すごい、うん、だからあの水流も必要やっていうのが、それですごく分かりましたって言ってはったんですよ、うん、それやっぱその痙攣もその骨のこう拘縮みたいな、うん、まあそう体全体がね、の骨に出てきてますもんね、うん、体ってね、うんうん、そんななるんかな、うん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 、であの痰とかね、うん、出てもあの硬直してると、うん、その、はい、緩まさんことには痰が出せへんらしいんですけどね、うん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 、で水素とか水流とか飲んではると、うん、はいはい、その硬直がなくなって、うん、痰が出しやすかったんですって、家にやって看病してはっても、だからもうやめられへんにやってって言ってはったんですけど、はい、あのずっとその入院しはるまでは口から物が入ってたんで、うんうん、あ、そっかそっかそっか、水素が出た時にその2つプラス水素も飲まはるようになったら、うん、はいはい、なんとあの、ま、今まで家の中は、うんうん、あの歩行器か、はいはいはい、あの杖ついて、ああ、あで、まあ、なんとか歩いてはったんが、うんうんうん、それがいらなくなって、はい、すごい、杖も歩行器もなしで歩けるようになって、すごい、このままやったら治ってしまうんちゃうかっていう、もうね、でもほぼそんな近いですもんね、うんうん、そう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 、一人でそうやって歩けるようになったって言って自分でもびっくりしたかったぐらいなんですよ。そんだけ元気になってはったのに、うん、まあコロナで入院しはったからね、あ、まあでもまた退院しはって普通にね、うんうん、あの、うんうん、
3つ飲んでたら絶対もうこれは良くなると確信した、はい、自分でもそう思ってあるんですって。あ、そうか、そらでもね、うん、ついついてたのがいらなくなったら、うん、いらなくなって自分でびっくりしますもん。歩行器みたいなね、こう押すやつね、家で使ったりしたらしいんですけど、すごい、それもなしで歩いたって、あの奥さんもびっくりしちゃったけど、はいはい、本人さま一番ね確かに嬉しいしね、歩けてるっていうね、確かにいう感じで、すごい、すごい喜んであって、もう絶対この3つは馬乳と水流と水素ですね、うん、水素、うん、まあ、すごい、あの絶対パーキンソンの人にこの3つは必要ですって言って、うん、3つですね、そうですね、あの奥さんも言ってはったし、はい、あのこれでもう元気になれる希望の光が見えましたって言って、うんうんうん、すごい喜んだので、あのそんな人があったらぜひ3つを、うん、おすすめしてあげてくださいって言って、3種類はもうおすすめです、はい、皆さんぜひ、はい、意外とね結構そういうパーキンソン病とかって言ってね、うん、悩んでる人とか周りで言い張ったりとかしますから ね、うん、ね、でもみんなもうどうしたらいいかわからない人とかも多いからね、うん、そうだよね、うん、すごいお話ですね、これは。やっぱりストリさんのサプリはすごい、ね、本当ですね。もう本当に、ね、自分も嬉しいし、周りの人もね、元気になったら、まあ、本人さんが一番 ね喜んだはって、でこれは絶対いいっていうのを確信して飲まはるから、余計ね、そうですね、いいですよね、はい、しっかり体に効いてくれるんですよね、うん、きっとね、うん、はい、いや素晴らしい、これはもう生で聞けてよかったです。ありがとうございます、はい、もう京子さんにね、ね、特約店さんたち のミーティングでチラッと聞いてて、うん、これは真由美社長に、うん、あの京子ちゃんちょっと撮ってって言われてたので、そうね、本当に来てもらってよかったです。よかったです、はい、昨日もう一回確認の電話をね、はい、させてもらって、はい、はい、ありがとうございました。なんとか撮ることができました、はい、ありがとうございます、はい、こちらこそ京子さん、いつもね素晴らしい感動のお話をありがとうございます、ありがとうございます、はい、感謝してます、感謝してます。ぜひあの市場店さん あの情報は概要欄に貼っておきますので、はいはい、ぜひあのこんな、ね、あのお悩みあるんですけどっていう方もぜひお問い合わせしてみてください。よろしくお願いします。はい、では京子さん、またぜひ出てください。ありがとうございました。感謝してます。銀座マルカンオフィスまゆみでは、ひとりさんのマルカン商品を扱ってくれる仲間を募集しています。マルカン商品が大好きな方、ご自身のお店に商品を置いてみたい方、副業をお探しの方も、詳しくは説明欄からご覧ください。お問い合わせをお待ちしてます。